こんにちは、深澤恵梨香です。4月29日、横浜モーションブルーでスプリングスペシャルコンサートを行います。今日は、メンバーのお二人に来ていただきました。どうも、こんにちは。今回フュージョンの曲を管楽器10名、弦楽器8名、リズムセクション4名の私含めて23名でお送りします。お二人にまず質問をお願いします。どうぞどうぞ。今回フュージョンの曲をやるんですけども、はい、フュージョンの曲についての思いを小畑さんお願いします。フュージョンかっこいいっていう感じ、ギターコントロールとかそのトランペットみたいなそこはちゃんとできるのかな、すごい頑張ろうですよ。はい、ありがとうございます。このフュージョンのこの曲を、弦楽器で、オケみたいな編成でやるんですけども、それについてはどういう思い、どういう考えで。そうですね、はい、いわゆる、まあ、クラシックのオーケストラではないわけで、はい、だからできるこの何て言うのビート感膨らみが、はい、きっとあるんじゃないかなと、はい、そのあたりはもちろん書いた楽譜から伝わってくるもので全力で弾く思いでございます。よろしくお願いします。私もすごい頑張ります。私もすごい頑張りたいと思います。そうですね、私の譜面が全員への当て書きになっているので、一人一人の名前を書いて、一人一人にラブレターを書くような思いで、小畑さんにやってて、レイナさんにやっててっていう感じで書いてますので、来ていただく方にもそういう部分が分かっていただけたらなと思います。4月29日横浜モーションブルーですので、春のスプリングスペシャルコンサート、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。